さて代わってシベリアの寒い国から来た可愛い娘エバーチカと言われています。エレナ・ナイムシナ。彼女の平均台では片手の後転跳びがあります。ソビエトのナショナルチームが合宿をして、その途中であのストラスブールの女王エレナ・ムヒナが怪我をしました。そしてその代わりに出てきたのがこの人と言われています。今年15歳145センチです。ここがその片手の後転跳びの連続です。ジャンプの連続、この石もなかなか高いようです。前方宙返り、これを2回見せました。ソビエトにはかつてのダチーナ選手に代表されるように伝統的なタイプから名選手が生まれていますが、彼女もその一人でしょう。後転跳び連続から最後フィニッシュは2回ひねり寄りです。エレナ・ナイムシナ。それでは今の途中のこれは片手の後転跳びの連続です。これも世界で今のところまず彼女ただ一人と言われています。得点が 9.85。